埼玉県川口市石山付近埼玉県道161号、越谷川口線は、埼玉県越谷市から同県川口市に至る一般県道である。終点の自治体である鳩ヶ谷市の川口市への編入合併に伴い、2012年1月1日に越谷鳩ヶ谷線から解消された、通称鳩越線。川口市石,石山から北の区間は、 旧石山城を結ぶ街道の一つであったことから、石山街道とも呼ばれる。かつ敵点が越谷市弥生町であったが、平成30年3月30日に越谷市南越谷一丁目に変更された。埼玉県方奇襲による奇襲点及び、経過値は次の通り。 越谷市の国道4号との交点は、従来本道、国道4号、越谷市道2本が交わる6サロとなっていたが、7、左町の区画整理事業により2009年10月20日に、本道の越谷駅方面側は、国道4号上り線への定時交差に、本道の鳩ヶ谷方面側は、直進方向が、南越谷方面への市道へと、それぞれ付け替えられた。このため、 本堂を鳩谷方面側から越谷駅方面に向かう場合、一旦越谷市道を迂回しなければならない。から越谷駅方面に行く場合も同様となる。その後、平成30年3月30日に本堂の起点が越谷市南越谷一丁目に変更したことに伴い、南越谷方面の直進方向の市道が県道に変更され、 越谷駅方面側の県道が自動に変更された。これにより本道の迂回通行が解消された。ありがとうございます。